今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。ダイソーから新しく発売された折りたたみ式のシェラカップですが、早速動画を公開したところ視聴者さんから問い合わせをいただきました。直火で使うとどのような危険があるんですかっていうね、まあそのあたりなんです。で、前回の動画でもお伝えしたんですけど、やはりこのスポット溶接はですね、熱に強いわけではないので、おそらくここが外れてしまう。そうするとこのスポット溶接は内側にもね貫通しているので、場合によってはここに穴が開く。ということは、まあ、中に入れてたものが溢れる。まあ仮に油分だったら、油が外に出ると火がついて、例えば燃えるとかね、火事になるとか、まあ、極端な話をすれば一生残るような火傷の傷がつくとか、まあいろんなね事故につながる可能性があるんではないかと思います。まあ、公式の見解をね確認していただいた方が本当はいいんですけど、私なりに一応そのあたりを分かりやすくというご要望いただいたので解説してみようと思います。したがってこの動画は決して直火を推奨するものではありませんので、逆に直火をするとこういう危険があるんですよっていうことを、まあ、私なりに解説するための動画ですので、その点を間違えないように捉えていただければと思います。よろしくお願いします。ちなみにハイマウントやパーゴにもこれと同じような機構を持つ折りたたみのシェラカップがあります。まあチタンシェラしか私は知らないんですけど、そういった場合でも写真のようにですね、このダイソーと比べるとしっかりとしたね溶接、まあ、こういうちっちゃいスポット溶接ではなくて、もう少しね大きな溶接をしてますし、まあ、内側までは貫通してませんので、穴がね、完全に開いてるわけではないんですね。まあ、バーグのチタンシェラはですね、よく見るとうっすらとねなんか跡が見えるんですけど、まあ、それでもね貫通はしてないので、最悪穴が開くっていうか、まあこの溶接が外れたとしても内側から何かが漏れ出るということではないっていうね、そういう安心もあるんではないかと思います。ハイマウントの折りたたみのシェラカップの場合にも注意事項が書いてまして、そちらには空炊きをしないでください、少量での使用もしないでくださいといったことが書かれてあります。したがっていずれにせよこういう溶接でくっつけたようなものについては、まあ、そうでないものに比べると熱には少し弱いという特徴があります。では早速アルコールストーブでまずは試してみようと思います。はい、いかがでしょうか。お湯が沸騰してきました。まだね今沸き始めたばっかりですけど、 100cc の湯を入れて数分ですね、まあ2、3分だと思うんですけど、そのぐらいでもうこれぐらいのね量ならすぐに沸きます。はい、完全に沸騰して間もなくね1分が経とうとしてます。間もなく沸騰してから2分ほど経とうとしてます。かなりね、グラグラと沸騰してますので、完全にね、お湯については沸いてます。この持ち手の部分はですね、おそらく熱いかなと、まあ、けど割と長めなのでストッパーもですねそこまで熱くないですね。このぐらいであれば全然、素手でもね今のところ持てますが、やっぱりねこれシェラカップは特にこの形状からねこうすり鉢状になってるので、炎がね見えませんけど上がってきてますので、相当根元は熱いはずです。まあ大やけどとかしますのでね、今私はちょっと実験のためにねやってますし、まあ普段使い慣れてるのでね初心者ではありませんので、慎重にやってるんですけど、そうでない方についてはね絶対にこれは真似をしないでいただきたいと思います。このような感じであればアルコールストーブを使って 100cc もしくはそれ以上のね湯を沸かすっていう分についてはこのシェラカップでも問題はないように思います。ただしあくまでも自己責任でやってますので、その点はあらかじめご了承ください。ちょっと一回ね下ろしてみます。はい、全くね今のところ何かの、ダメージを受けてるような感じはないですね。まあ相当熱いんですけどね、問題はなさそうです。はい、水の量がもう少し多くなればね、100cc を超えますとスポット溶接の位置にもね水で覆いますので、そ
そうするとね、ここまでは温度が上がりませんので、そういう意味ではね 100cc 以上入っておけば問題ないかなと。空炊きはね絶対にまずいと思います。では引き続きまして、より強い火力が出せるガスバーナーをやってみたいと思います。まあ一般的にキャンプなんかでねよく使われるこういうシングルバーナータイプのものになります。はい、ではね今回はこれで同じように先ほどの 100cc の水を沸かしてみようと思います。ちょっと沸騰してしまったのでねだいぶ減りましたね、もう一度100まで、はい、増やしておきますね。で今火力はですね、まあ中火程度です。もっと強火にできますが、まずはこのぐらいでねやってみようと思います。特に注目していただきたいのはこの、溶接している部分ですね。金具がひっついてる部分ですけど、この辺りがね、熱で、何らかしらねこう異常があるのであればもう即実験は中止したいと思います。シェラカップの形状でね分かる通り、下から舞い上がった炎が金属のね接合部分を、直撃しておりますので、もうかなりねあの点は熱くなってると思います。ここですね、かなり熱いと思います。はい、やっぱりねガスバーナーは強いので、もういきなり沸騰してきました。先ほどのアルコールストーブと比べてもごく短時間で沸騰して、かなりねグツグツともう突沸した状態になっておりますが、今のところ溶接部分ね、スポット溶接の部分が何らかしの損傷があるようには見えてないですね。はい、このような状態でねガスバーナーでかなりのね火で炙っておりますが、今のところね全く問題はなさそうです。まあ、ただねこれ1回目の使用であって、これをね何十回と繰り返すとなるとまた話は全く違うと思いますので、あくまで参考程度というふうに理解してください。ということで、もう突沸した状態でね1分以上放置してみましたが、まあ、今のところね問題はなさそうです。こちらも同様に水を 100cc でやってますが、もう少し量が多ければねより安全性は高まる方向になりますので、まあ、空炊きでなければねこのぐらいならいけるかなという状態となってます。繰り返しますが、これ1回目ということであって、これをですねずっと繰り返し何十回もやってますと、まあダメージがねあると思います。当然温めたり冷えたりを繰り返すとその分金属疲労が進みますので、そうした場合にあのスポット溶接のところからまずは劣化していくということが考えられますので、決してこれは今安全性を示すものではないということでご理解いただければと思います。はい、まあただねちょっと一時的に火にかけて加熱する程度であれば可能なのかなという程度は分かったという程度になります。はい、では火を消します。かなりね熱い状態ですが、取っ手はですね素手で持てる感じですね。まあやっぱりね取っ手が長いというのはいいなということをね今回改めて気づきましたが、まあこんな風にねかなり熱い状態にはなってますが、今のところ変形もないですし、何かね、故障しているような部分は見られないということになります。
はい、ということで屋外ね日差しが強すぎるのでね屋内に避難してきました。あんだけねガンガンにやったんですけど結果を確認してみます。今ちょっと洗ったんですけどね、はい、もうこの辺はねすすがついてねちょっとあの剥離剤でも使わないと取れないのでねこのままにしてますが、ちょっとスチールールでねガシガシとこすりました。で一番気になるこのスポット溶接、これね今のところ問題ないです。力加えてもね全然ぐらつくとかいう感じもないし、内側から見てもね穴が開いてるとかちょっとこうね何か亀裂が入ってるとか溶接が外れかかってるような痕跡は、まあ、見た目は全くないですね。そんな状態、したがってそんなにね弱い弱いっていうほど弱くはないと思います。どのぐらい繰り返しやったらねここが外れてしまうかっていうのは、まあ、個体数にもよると思うんでね一概には言えないんですけど、まあお湯を沸かすっていう程度であれば、その油物とかでなければね、まあ、100度っていう沸点でね保たれますので、まあある程度はね使えるんではないかなということで、ちょっとね結論としては逆の結論になってしまったんですけど、まあ事実としてはね私はそんな風に感じたというご報告です。なかなかね、思ったよりは丈夫ということで頼もしいなというのがね率直な感想です。ただしあくまでもね自己責任でやってることですから、あ、直火を推奨してるっていう風に捉えられてしまうとね、もうこの動画をね、非公開にせざるを得なくなりますので、その辺はねご判断いただける方に見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。やはり焚き火で使うとねこうすすでね焼けてね、かっこよく男前になりますね。まあ、この辺りはね、独特のね使い込んでいくに従って愛着も湧いてくるという部分の一つではないかなという気もします。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。